こんにちは、エクコです。今日は2019年9月の14日です。昨日13日は中秋の名月でお月見をされた方もいたかなと思うんですけど、今日は満月で、しかもね、今年で、ね、最小の一番地球と月の距離が遠いちっちゃい満月が見れる日だそうです。で、こんな満月の日に金運をアップするおまじないっていうか迷信みたいなのがあるので、今日はそれをお話ししたいと思います。お財布フリフリのおまじないなんですけど、聞いたこともある方もいるかなと思います。私の、今財布もう動画流れてますけど、財布からいらないレシートやクレジットカードなど、そのお金がね、出ていったものはね、エネルギーがね悪いので全部出します。でね、出して、お札と小銭は残して入れておいたままでも大丈夫ですよ。まあ全部出してもいいんですけどね。出した方が掘りやすいかな。まあそれは自由で大丈夫です。まあたまたまこの韓国のお金が入ってますけど、これはね、もらっちゃったものです。お土産で。でね、日頃ね、溜め込んでるので、これがね、私のお金がたまらないところかなと思いながらも、ついつい整理できず、こんなにね、お財布がパンパンになっちゃってるんですけど、その中カードや、なんかね、ポイントカードもね、いっぱい入ってるんですけどね、まあキャッシュレスでね、今携帯でポイントも貯める時代だったりもするんですけど、やたらね、ありますね。でね、このお札と小銭だけになった財布をね、満月に向かってフリフリします。フリ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 しながら、そこでね、言う言葉があるんですけど、感謝を伝えるんですね。今月も臨時収入がたくさんありました、ありがとうございます。そんなことを言ってみてください。で、その後にもう一言なんですけど、私にはね、絶えずお金が回ってきます、十分ね、お金が回ってきて幸せですっていう風に幸せの波動を出してください。なんかちょっとスピリチュアル系というか不思議系なお話ですけど、まあ私こういう話がね好きなので、まあよかったらお付き合いくださいって感じです。ね、やってね、何も損はないんですよ。レシートも見直せるし、お財布整理できるし、まあ騙されたと思って月に一回やってみてはどうですか。それではまた面白い話があったらシェアしたいと思います。あと動画の下の説明欄の方にこのやり方をね書いたページがあるので、それをくっつけておきますね。よかったら見てください。